どうも、はるばるやってまいりました名古屋。以前僕が上げさせていただいたあの動画、まあ、あの薄毛に関する動画なんですけれども、いろいろ考えてもわからないと結論になって、ただもうちょっとカウンセリングからしてみようっていう時に、そのちょうどご連絡いただいた方がそのカウンセラーというかやってますっていうので、で場所が名古屋でにお勤めの方だったかな、なんで今は来てるんですけれども、ちょっとねこの動画の雰囲気がドキュメンタリーみたいになるのかどうなのかわかんないですけど、とりあえず 今ちょっと正直思ってることは、もう結構あのメンタル的なこの波をこうくぐり抜け、まあ、正直もうネタにできるぐらいになってるんですよ僕のこの薄毛は。そうなんで、まあ、ちょっとこっから暗く言ってもあれかなっていうのはあるんで、ちょっと明るめにいきたいなと思います。はい、正直な僕のテンションで、はい、というわけで今から、ゲイハー大作戦スタートでございます。で一応このやり取りをさせていただいている中で、その撮影ですとかっていうのをいいですかって言ったら、全然 OK っていうふうにおっしゃっていただいたんで、まあ、ちょっとねどんな感じになるか、そもそも需要があるのかっていう感じなんですけれども、一応僕が動画上げた以上、最後まで責任持って皆様にはこちらの僕の頭皮の経過をお伝えしたいなと思いますので、はい、ちょっとかなり番外編にはなるんですけども、マックス鈴木薄毛攻略編スタートです。名古屋はいい天気、行ってきます。はい、で現場に着きました。駅からもうすぐでしたね。もう駅が目の前に見えるところなんで着いたんですけれど、こちらのビルの6階で今からちょっとカウンセリングを受けるんですけれど、僕そのやり取りをツイッターの DM かなさせていただいてる中で、ちょっとねもっと真面目にというか、こう僕のなんかすごい親身になって相談乗ってくださってて、僕の編集技術とかカメラとかでいいのかっていうのがあったんですよ。で軽く前その侍のスタッフさんに、こういうのやるんですよねみたいなの言ったら、もしあると撮りましょうかみたいな感じの雰囲気をちょっとくださったんですよ。で僕なりにいろいろ考えてちょっとお願いすることにしました。皆さんが侍をご視聴の方はご存知だと思うんですけども、ゴリちゃんっていう撮影から編集家っていうディレクターさんいらっしゃるんですけれどに頼んでやるんで、今からちょっと侍チャンネルのゴリちゃんが撮影とか編集をやってもらう感じになると思います。やっぱりちょっと僕ではね未知数すぎて不安なんですよ。でもうちょっと補足すると、サムラチャンネルのスタッフさんって結構、マジのガチのプロの方なんですよ、裏方さんって皆さん。なんでちょっと僕なりの誠意の形の一つとしてこういう形にさせていただきますので、ちょっと僕の今までのチャンネルと変わる可能性はあるんですけども、動画の内容がそんな感じでございます。はい、一応ご報告で、こっから先はゴリちゃんです。はい、はい、それでは、ここから、ゴリちゃんのカメラワークな感じでよろしくお願いします。お願いします。実はですね、奥田さん、うん、僕今回やり取りさせていただいた、うん、奥田さん、実は YouTube のチャンネルを、うん、しかもこういうチャンネルをやられてまして、はいはいはい、で、カウンセリングを受けたところ、僕今ね、もう今2部な感じなんですよ、僕で、うん、せっかくやられてたんで、だったらちょっとこう前編後編に分けませんかみたいな話をちょっとはいはいはいになって、で前編は奥田さんのチャンネルの方で、まあ植毛なんですけれども、なんで植毛まで行ったのっていうのは、はい、すいません前置きが長くなってしまって申し訳ないんですけども、改めて自己紹介の方よろしいでしょうか。すいません、はい、お願いします。はい、薄毛の相談室というチャンネルをさせていただいております奥田と申します。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。お願いいたします。もう僕さっきカウンセリングをしていただいて、これマジで、はい、マジでカウンセリング受けた方がいいと思う。もう悩んでんだったら一人で悩んじゃダメだよ。いや本当に思ったんですよ俺マジで。例えば僕なんかで言うと、家族がいるんですよね。その親だけじゃなく、その嫁さんだったり子供とかっていうのもいる中で、いろいろな話を聞くことによって、聞いとって絶対損ないこといっぱいあったし、そのなんていうんですか、そういうことです。はい、そういうことだよ。というわけで、ね、ここからは植毛についてちょっとお話を、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すいません、お願いいたします。植
育毛というまあ手術のこと、本当に手術で当たり前なんですが、私もオペ開始ですみたいな、そうなんです、本当マジになその感じで、こう手術ってじゃあ何だろうっていうところが、どういうことするのかっていうのを多分あまりイメージつかれてないと思うので、全くついてないです。そうですよね、はい、どういうことするのかっていうところをちょっと今日お話しさせていただきたいなと。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。手術自体は実はもう20年以上前から、昔からこの植毛手術っていうのはあるんですけれども、医療技術がこう進化どんどんしてますので、はい、今の方が、まあ、昔よりも体への負担が少なかったりとか、一見してこう手術したことが分からなかったりとか、そういったまあ利点がどんどん良くなってきてるところではあるんです。実は植毛してそういった傷が残ってる方もいらっしゃるんですよ。はい、そういった昔の方法はやっぱり切る手術がメインだったので、切って縫うということをしてたんですけれども、まあ、今は割と目立つ傷残したくないという方が増えましたので、まあ切らない手術っていうのが割と主流になってきてます。切らない手術、切らない手術ですね。切らない方法を希望される方もだいぶ多くなってきてるんですが、傷が全く残らない外科手術ってないんですよ。はい、大小の差はあると必ず傷は残りますので、うん、この切らないとはいえ小さな傷は残るんですが、はい、パッと見でそんなこう切って縫ったような大きな傷は見えませんので、一見して分からなくなるというような方法がやっぱり多いですね。それいいな、うん、それいいっすね。パッと見こう大きな傷あると多分言われると思うんですよ、ね、わーおって言われると思うので、あ、残らないに越したこと、それはそっちの方が、そっちの方がそれはもちろんと思いますので、そのあたりちょっと前面に教えていただく、ね、なるべく分からないような、なるべくそういった方向でちょっと手術できればと思いますので、そういった方法のお話をさせていただきたいと思います。はい、はい、でちょっとこれはお写真見ていただきたいんですけど、切る手術だとこんな感じなんですよ。こういうのが残っちゃうんですよ。どんな感じ？なんかね、もう、うん、なんていうんだろうな、網の枕で寝てて、起きた時にちょっとピーってついて、あれの頭皮板みたいなんです。ざっくり言うと、ちょっと薄く赤くピーってなってるみたいな。すげえざっくり。ちょっとずっとこうやってて、うん、こうやってやってて、こうやってやるとピーってなってるじゃん、赤く。はいはいはい、これみたいな感じです。雰囲気的には。そうですね。ちょっとこう綺麗な線だとこうなりますし、ちょっとひどい方だとやっぱりこうこんな感じになったりするんですよ。こうなるともうちょっとやっぱりこう見た目にも。わっていうような、ね、田植えって感じです。田植えって感じです。どういうことで合ってます？田植えっぽくないですか、この辺なんかこう。このこっちよりこっちですよね。こっちそうって言われると田植え。田植え、本当に等間隔に、はい、いい稲の入れ方してるなっていう感じ。小倉さん、はい、もしなんか差し支えあったら怒ってたでしょ。すいません、僕これ返したの本当にすいません。小学生ぐらいに、ちょっとハゲた小学生ぐらいに乗ってるだけなんですよ。本当です、大丈夫です。ただこれ、つけたくないと思うんですよ、できる限り。そうですね、まあ、できれば、まあ、多分自分の子供とかもね、大きくなってこう見て、なんか、うわ、パパ、これ何みたいになって聞かれるんだったらない方がいいなとやっぱ思うんで。ですよね、あとまあ、坊主にすると絶対分かっちゃいますので、うん、今後そういったことがあると、やっぱりこう、人目にもついちゃうと思うので、なるべくこういったものは残したくない。あと痛いんですよ、これ切って縫った後なので。あ、そう、はい、まあ当たり前ですけど痛いんですね。痛くないわけがないんですね、切って縫う時点で。あ、すっげーリアルですね、それは。なので痛いので、これはあんまり、私も私なんですけど、写真、はい、そうなんですか。これ私なんですけど、これ私の後ろの写真なんですけど、え、痛いんですよ、痛かったです。はい、グーやないですか。私の主観だともう痛かったので、本当に痛くないって方ももしかしたらいるかもしれないです。すごい痛みに強い方わかんないですけど、私痛かったので、私あんまりやりたくないんですよ、この方法は。はい、はい、いや、リアルすぎた。リアルすぎじゃないですか。リアルすぎた。はい、痛くない方が絶対いいと思うので、はい、はい、で、まあ、やっぱり多いのはこの方法なんですね。後ろを切らずに取る、大きな傷残さないように取る方法なんですけど、うん、これちょっと痛々しく見えるんですけど、赤い穴が開いてます。この赤い点々点々っていうのは取った後なんです。もう毛穴を取って、この取ったものを植えるっていうのがこれ実は植毛なので、髪の毛を作り出す細胞そのものを丸ごとこっちから取ってきて、こっちに持ってってあげる、気になるところに持ってってあげるっていうのが植毛。そういうことか。なので、はい、元の部分だ、根っこのところを、はい、
もう毛穴をそっくりそのまま取ってあげて、気になるところに細胞ごと植えてあげる。なんとこれは臓器移植なんですよ、言ってしまえば。皮膚移植ですし、臓器移植なので、もう本当に手術だね。この見た目結構すごいですね。そうなんです、これは私なんですよ。あ、マジっすか。なんかこう、いちごの顎みたいな感じ。いちごの顎なんて言ったらいいんだろうな、この赤いツン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 。でも一番身近な、わかります、わかります。これ、こういう感じですよね。そういう感じ、本当そういう感じですよね。あとよく切れない T 字のカミソリで、ビジネスホテルの安いやつで切っちゃって、切って、で、あーってなっちゃってる感じ。リアルなんだよね。本当そんな感じですよね、見た目ね。そんな感じ、そんな感じになります。これ、一回でも。本当そんな感じになります。いや、本当にそんな感じ。これって、オペってる時どういう感じなんですか、このやられてる側。オペってる時は、患者側。オペってる時は基本もう痛くないです。もう普通にこううつ伏せで、マッサージ屋さんで穴が開いて、はい、うつ伏せになる時は穴開いたらベッドに横たわると思うんですけど、そのようなイメージです。あ、別になんかそのなんか分かんないですね。全身麻酔するとかじゃなくて。あ、でもないですね。はい。もう歯医者さんで虫歯治療と小林やつの時と同じような麻酔でやりますので。もう感覚は痛みはないけど何かしてるっていう感じです。意識はあります。ちょっと特殊な床屋さん来たみたいな感じですか。床屋さんなんかわかんないけど、そうなんですけど、なんか髪の毛がわーみたいな。寝ちゃう方もいらっしゃるんですよ。やっぱりうつ伏せで同じ姿勢が続くので、それで寝たくないってことですか。やることないんで目つぶって寝ちゃう方は多いです。私ももう爆睡してましたので、寝て起きたら終わってたっていう状態でしたので、この手術の時は寝れるぐらい痛くないですね。これでかさっていうか、これやる規模にもよると思うんですけど。もちろんそうですね。大体どのぐらいなんですか。時間としてはやっぱり後ろ、もう簡単に言いますと、後ろまず取って、今度は気になるところに穴を開けて、次植えていくっていうような3つの工程に分かれてるのがこの手術なんですけど、取る、穴を開ける、毛穴を作る、植えるっていう方法で3つ全部やって、だいたい量にもありますけど平均で6時間ぐらい。おお、これ取ったところもここはどうなんですか。その例えばここはこのままです。本当に先ほどおっしゃったようにヒゲと同じように、これ短いのはそのまま伸びますので、伸びるとこんな感じです。わかんないです。はい、あ、そうなんですか。これが伸びるとこうなんです。いや、全くそのなんか抜いた感がないというか。はい、そうなんです。いや、もう普通ですよね。普通です。これ取ったとこで、その後ですよね、これ。はい、髪の毛ってやっぱ1ヶ月で1センチぐらい伸びますので、はいはいはい、2ヶ月、3ヶ月すると当然2、3センチ伸びるので、うん、伸びちゃえばこんな感じです。わかんない。すごっ。あ、本当わかんないですね。あ、そうなんだ。すーげー。ここはこうかき分けて、かき分けたら取ったかもぐらいな感じです。あ、わかりました。その一発でこうごそっと1ワンエリア取るんじゃなくて、まばらでテン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 と取ってるので。あ、そう、そうなんです。伸ばしてる限りわかんないんですよ。すげえ。こうすれば多分そんな坊主にされないですよね。坊主にされなければ坊主はもう嫁さんが許さないんで、なぜだか許可が下りられないのであれば多分されることないと思うので、坊主はないです。であれば全然これならわかんないです。はい、初めのうちだけちょっとこうなるので、これをどう乗り越えるかっていうところ。伸びるまでってことですね。はい、僕はどっちかっていうと、そのもう全然デザインできてるぐらいなんで、もう全然もうオープンでいいんですけどね。もうであれば多分本当一時的な、ここだけ頑張っていただければわかんないと思います。伸びてしまいます。一つの毛穴からやっぱり2本3本という髪の毛が出てるものが結構後ろありますので、1本を植えれば1本しか生えないんですよ。当然なんですけど。そうなんですか。はい、後ろ1個の植えるよりは、2個こう2本3本生えている、こういったものを植えてあげた方が同じように生えてこれば見た目も変わってくるので、こういったのをこう1個1個医師が選んで、あ、これ使えるなっていうので選んで取れるっていうのが一番いいメリットですね。めっちゃ画期的な方法じゃないですか。わかります。もうカウンセリングから始まってるから、もうそもそもなんかもう引き目とか、そのなんか不安要素とかもうないの、わかります。むしろどっちかっていうと、もう雨は止んでるよね。いや、もうね、雲、はい、そのやっぱカウンセリングしてて実際やっていくと、はい、その人が変わってるのをやっぱ感じます。全然違います。やっぱりこう知らないからこそこう不安とか。不安じゃないですよね。でもこう実はこういうことしてるんだよ、だから入るんだよとかいうのをちゃんとお伝えすると、もう前向きな気持ちになってくるんですよ。ですよね。あとはもうやりたいっていうところで。ですよね。いや、これ本当にこれマジなんですよ。うん、
はい。すいません。いやいやもう、いやなんかちょっと興奮しちゃって。解決策があるのがやっぱ今の医療はいいなっていうところで、あれ、どうせやることなので、どうせやるならこういったいいのを植えて、しっかり増やしてあげる。というのがこの利点、後ろこういった傷が残らないよりももっといい利点としてはいいものをこう選んでるというところですね。そうなんですね。そうなんですよ。これ奥田さん、あ、私です。はい。はい、ちょっと、はい、見てもいいですか？あ、後ろです。あ、大丈夫ですよ。はい、いいですか？大丈夫です。はい、マジで？俺も見たい。マジでいいですか？はい、大丈夫です。ご迷惑かけますか？いや、全然迷惑はないので。本当ですか？大丈夫です。はい。いや、ちょっといいですか？はい、あ、どうぞどうぞ。はい。ここなんで大丈夫ですか？はい。はい、どの辺ですか？大体この辺りが髪の毛としてはこの一番いいところですので、ここから取ってくるんですけど。ちょっといいですか？どうぞどうぞ。はい。全然触っていただいて大丈夫です。めっちゃ慎重に触りますよ。いや、ね、触っても抜けないので全然触っていただいて大丈夫ですので。めっちゃくちゃ自然。うっそ、めちゃくちゃ普通っすね。これカメラって撮っても大丈夫でだったりします？あ、ちょっと、あ、私いいですか？はい。ここな、どこだったんですか？ほら、そういうレベルでしょ。これ、あ、そういうことね。はい、全くわからん。すごい。多分普通に生活してる分にはわからないと思うんです。これぐらいの長さあれば全然わからないと思いますので。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。まあ、髪型、ちょっと頑張っていただいたりとか、うん、はい、ちょっとそういうところはあるかなと思います。はい、髪型変えなくても手術できるっていう方法もあるので、そこはもうライフスタイルに合わせてお考えいただくのが一番いい。ケースバイケースで。そうですね。はい、で、まあ、あとはもう植えていったら生えるだけっていうところなんですよ。はい、植えたらもう生えるのはもう間違いないことなので、方法がこう違ってまして、はい、どうしてもこうトイレとこう穴を開けてどんどん植えてあげるんですけど、こちらですね、植えてあげるときになるべくこう傷をつけない、ダメージを負わせないっていうところが絶対大事なんですね。やっぱり体に負担かかったりとか細胞に傷つけちゃうと生えてくる可能性がやっぱ減りますので、なるべくこう傷つけないように植えるっていうのもこれ非常に大事なところで、というもなるべくダメージは与えないように植えてますので、ちょっと痛々しいんですけれども、はい、こういった形で穴を開けて一個一個植えてあげる、そういった方法を取ってます。これは多分ご覧になられると引く方が圧倒的に多いと思うので。じゃあ赤いちごって感じ。どういう、いちごって果肉の部分が赤くて種が白いでしょ。それの逆な感じ。種の方が赤くて皮膚が白いちごって感じ。たとえ嫌いな方はでも嫌いですね。多分あんまりあんまりな方なので、ちょっと赤くしですね。はい、僕は大丈夫ですけど。でもこれもこう植えていくとこうどんどん皮膚は治っていきますので。でただこれは絶対避けて通れないところがあって、植えると必ず抜ける時期があります、はいはい、髪の毛植えたものがそのまま伸びるってことはやっぱ少ないんですよ。まずなくて、成長途中で一旦抜けて新しいものが生えてくる。あ、びっくりした、はい、いや今抜けるさ、植えても意味ないじゃんって思っちゃう。普通に考えたらそうですよね。もうでもこうかいわゆる毛穴はもうそこでできてますので、後ろと同じように伸び続けて抜けて伸びてを繰り返すんですけど、初めに植えた髪の毛は抜けちゃうんですよ。大事なのはもう根っことなんですね。そうなんです。髪の毛は根っこをちゃんとつけるかどうかっていうところで、根っこを植えてあげる手術なので、一時的にその植えた時にの短い髪は残ってても、それを抜けちゃうんですが、ちゃんと生えてきますので、はい、あれですよ、スポーツと一緒ですよ。基礎ができてるかできてないかですよ。そうじゃないですか。ちょっと上手い例えしたって自分で思ってるし、うん、思ったんだけど、でも土台がちゃんとしてないとそっからは何もできないので純粋に楽しいんですよ、俺今。うん、すいません、申し訳ない、すみません、お話を告げていただいて、すみません。とんでもございません。もうちょっとここだけ寂しい時期がいつでちょっと来るよってとこだけ頑張って乗り越えていただく。一時的な。一時的です、はい、はい。これが続くわけではないので、はい、これが終わったらちゃんと生えてきます。うん、でこれが生えてきているのが、これが前で移植する前で、移植をしたあと1週間後、うん、残ってますよね、ここが。すげえ。明らかになんか植えたなっていうのが分かると思います。本当だ。でこれが1週間だとまだ抜けないんですけど、2週間もするとちょっと気持ち減ってるんですよ。はい。で1ヶ月もすると、あ、なんかだいぶ減ったなと、うん、これが2ヶ月さらに減って3ヶ月って
もうあれ植えたのに減ってるよ、やる前と変わらないよってなってるんですが、そこからはやっぱりこう明らかに増えてくるので、5ヶ月目、6ヶ月目、7ヶ月目、8ヶ月目、どんどんどんこう月を重ねることに増えていくと。いやすげー。なんでこう時間はかかるんですけど生えてきます。それはご安心いただければと思います。でも仕事ってそういうもんですよね。そうなんですよ、結果が出るのは一時的なものじゃないですよね、はい、今日やって明日結果が出るなんていうのはないはずなので、傷が治るのも時間かかるのと一緒でゆっくり治っていきますので、髪の毛生やすのも時間かかるんですよ。髭のように剃ったら途中から伸びるんだったら全然早いんですけど、一から作るので新しいのを作るとやっぱりそれが出てくるのに時間がかかるので、ちょっと完成までに1年ですね。やっぱり1年間はいや前向きになれる、見ていただいて。でも1年やってしまえば多分1年後は楽しみだと思います。もうやったので逆にそんな長い期間が楽しみしょうがないよ。楽しみでしょ、うん、いやだってそっちの方が実感もあるし喜びもすごい一時的なものじゃなくてもうガーってくるから大きいと思います、マジで。あ本当こんななるんですね、マジで、はい、そうなんです、これだけなるのでもうこれは劇的に違ってきます。鈴木さんめっちゃ感動してるし。こうなります、1年これが私なので。これは私ですね。これは私の手術前と1年前と1年後なので、ここまで違ってくるんで。いや相談するべきだ。俺マジでカウンセリングしていただいてよかったと思ってます、本当に。そうとおっしゃっていただければ。いやいや、これ見たらやっぱそうなりますよ。変えられるので、今よりは絶対に。しかもその手術でできるっていうのがまた、うん、そのオペでできるっていうのがいいですよね。そうですね、そうですね、はい、でもこれに近いと思うんですよね、鈴木さんの場合は隙間がちょっとあったり、うん、細くなってるとここに隙間ですね。そこに植えると同じところです、これ私の2回目で、ちょっと密度っていうんですか、はい、違いますね、見た目では全然。ギュッと生えてギュッとしてこればそれだけで印象違いますので、あとはもうどれだけやるかですよ、量ですね。やればやるだけプラスこっちから生えてくるので、どれだけ持っていくかっていうところはこれ もうご希望次第ですね、お考えに沿ってっていうところですね。ああなるほど、もうこっちもものすごいふさふさにして、まあ、ふさふさって言葉はあれですけど、もうこっちいっぱいしたいだったらもうたくさんいりますし、そこまでじゃなくても今よりこれぐらいになればいいなってやれば量もそれだけ調整できますので、説得力しかない。いや、とてもです。もうあとはもう勇気ですね。やっぱ手術っていうのは怖いっていうイメージも絶対あると思うんですね。全然ない。あ、ないです。ないの。ないの。なければ全然僕はないと思います。はい。え、ないっすか。俺写真見たけど結構痛そうだなと思いましたけど。だって寝られてたんですよ。てか変な話、僕の感覚ですけど、別に一時的に痛くても先のこと考えてあれだったら全然そんなの。あの痛みが続くわけじゃないので、うん、ちょっと、ちょっと我慢です。でも、麻酔が痛いかもしれないですね。ちょっと表情変わったじゃん。いや、これはあの全く無痛でできる手術ってやっぱ世の中ないので。そりゃそうですよ。麻酔を効かせるにはやっぱり歯医者でも痛いと思うので、手間開かないし早いんだよ。麻酔大丈夫ですよ。そこはでも頑張っていただいて、完全にもうやるつもりでいますからね。大丈夫ですか、麻酔痛いんですって。え、麻酔痛いんですってね。マジで大丈夫、マジで大丈夫。あの小学校の子とかも泣かないので麻酔やって。ああ、はい、そうなんです、はい、じゃあ鈴木さん泣いたら小学生いくなんでさ、そうやってそういうさ俺のこといじるよね、今日ね。まだ私も悪かったです、私はそのこと聞かない。いや、そうです、小学生さん絶対悪くないです。動物園から逃げ出してゴリラがいけないですよ、みたいな。いや、でもすげえ感動されてるから、心の不安のこのなんていうのに包まれてたみたいなのがやっぱり正直すごいあったし、ほんとざっくり言っちゃうと、なんか希望の光が見えない状態、知識がないから全然わかんないし、どうしていいんだろう、わーで終わり。ああ、はい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 、だから結局辛いみたいな感じだったんですけど、そのカウンセリングのお話を聞いて、いや、こういうのありますよ、こういうのあるんですよみたいなのを術を教えてもらったから、あ、そうすればいいんだ、治るんだ、増えるんだ、痛くないんだ、あ、どうなんだ、こうなんだってあるから、そのね、まあ、極端なこと言っちゃうと、もうやるやらないというよりもそれ以前にもカウンセリングだけで全然違う。そうやっておっしゃっていただければ。いや、マジで本当に思いました。俺は本当これ素直な僕の気持ちです、マジで。知っちゃえば。いや、
全然違う。いろんな方法あるんだなので、本当にあとはそこでどうしたいかをお考えいただくだけなので、はい、いやびっくり、楽になっていただけただけでいいので、本当に、はい、ありがとうございます。とんでもございません。逆にこう杉様がこう手術に対するこう不安なこととか気になることとか、もう本当に触りない、もう疑問質問とかあれば何でも。っていうかもう僕も多分やらせてあげます。多分あ、やるっすか。はい、やるっすかとごめんなさい、ね、うん、いやもうだってもうやる以外に逆に選択肢ないと思うんですよ。まあ一応、うん、一応嫁さんとかに相談しますけど、ああ、そうです、こういうのあってっていうのを相談しますけど、多分ノーとは言わないと思うんで、やらせていただくと思います。いいですか、それでも。あ、全然大丈夫。おー、ありがとうございます。全然もなりませんので、そうですね、1年後が楽しみになりますので、はい、例えばなんですけど、はい、これじゃあ今お話いただいて、はい、僕もうやりたい気持ちいっぱいなんですけども、はい、そのこの後の流れとかってどういう感じだったりとかってある？血液検査をお受けいただいて、そこでお体全然問題ないよと、これなら全然手術大丈夫だよっていうのが分かって手術って言ったから、やっぱり手術なので、こうどれだけお気持ちすぐやりたいとおっしゃられても、やっぱり事前の準備とか血液検査とか、はい、やっぱりお体に今病気がないかとか、はい、そういうところの検査も絶対必要になってくるので。本当すみません、はい、やっぱ見ていただいてる視聴者さんに最後までちょっと僕はこのね、その悩み始まったところから今こうやってなって、はい、今こうどんどん物語進んでると思うんですけど、最終話までちょっと可能な限りちょっとお伝えします。はい、ありがとうございます。はい、本日すいません、長い時間ありがとうございました。いや、とんでもありません。一応僕的に、はい、すごい岡田さんお話ししていただいた内容でかなり僕前向きに考えてて、ぜひやりたいなと思うんですけれども、はい、一応嫁さんとか家族とかに確認取りたいので、はい、で確認次第の早急にまたご連絡させていただいて、はい、それでちょっともうなしになるのないと思うんですけれども、でもし先ほどお話した OK していただく、次回以降やるってなったら、その模様もぜひ撮らせていただく感じでもよろしいですか。かしこまりました。あ、すいません、ご連絡お待ちしておりますので。すいません、はい、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、本当にありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。はい、一応先ほどカウンセリングのやって、この動画の後半でも、はい、この前の部分かでも申し上げたんですけれども、うん、一応僕家族に確認して、もし OK だったらもう やりたいなと、お、完全に植毛の方でやりたいなと思っております。はい、というわけでここから、次回以降の、撮影も一応 OK いただいたんで、動画に関しては今回はカウンセリングなんですけれども、はい、これ以降はよりちょっと実技というか、なんていうんですかね、うん、そっちの方になると思います。リアルな感じに。リアルっすね。これ撮っていいんすかね、本当に。大丈夫なの。ありがたいことに ね。で、一応先ほど、はい、この番組の冒頭でも申し上げたんですけれども、はい、奥田さん、僕今日カウンセリングしていただいた、まさも YouTube のチャンネルやられてるので、はい、もしよろしければ概要欄の方に。で、聞いたら結構その食毛ですとか、AGA とか、いろいろこの薄毛に関しての動画を上げられてる本数ということなんで、はい、その辺ももし気になった方いらっしゃったらチェックしていただければ、はい、多分これが僕がこの奥田さん連絡していただいて、僕が やれる最大の誠意かなと。これ以上僕ことできないと思うんで、僕なんかでよかったらあれなんですけど、奥田さんに申し訳ないんですけど、もしよろしければチェックしていただければなと思います。はい、では以上、名古屋のマックスでした。はい、楽しみです。楽しみ待つね。表情全然違う。確かに。